シーサイドコミュニケーションズの提供でお送りします。高柳智代です。私の初めての写真集回り道が発売しました。石垣島を舞台にこだわりのカットをたくさん詰め込んだ写真集、アニメイト、ゲーマーズ、アニメガソフマップなど全国のアニメショップや書店にて好評発売中。ぜひ手に取ってみてください。皆さんこんにちは、高田優希です。皆さんこんにちは、松田さつみです。あやー、いやー、お配信日の日は敬老の日ですね。あ、そうなのだね。なんか来週もどうやら祝日とは聞いてましたけど、うん、そうね、9月祝日多いね、こう聞くとなんか我は全く覚えてなかったんだけど、うん、シルバーウィークというのがこの時期らしくて、らしいね。なんかよくできてるなってなった。なんかそう、ね、その5月9月っていうさ、うん、普段の春休みとか夏休みと関係ないとこで、うんうん、ちゃんとうまいこと分散させてくれてるから、うんうんうん、ありがとねって本当だね、思うなどした、うん、なんかない時があったりするんだなっていうのをなんか知った。シルバーウィークってもう毎年あるもの、うん、なのかなみたいな感覚だったから、うん、こう祝日とかがずれたりとかしたら、うん、そっかなくなっちゃうんだなみたいな。え、これって、うん、そのどうなったらシルバーウィークになるの？なんかこう、うん、あ、4連休を取れば、間の4日間を休めば、もうシルバーウィーク、みんなそうじゃないじゃん。毎月どっかでできるよね、多分。5休むか4休むかの差しかなくて、休みすぎだよって。そういうことなのね。そうかもしかしたらそういう猛者もいるかもしれませんね。可能性もある。まあ、休めるときに休もうということで、ね、ですね。大事大事。よいよい。なんか最近何かしましたかね、うん、っていうお話を。あ、そうだね、しましょうかの。あ、うん、そう、最近、うん、その知り合いの方が出演してる舞台を見に行ったんだけど、それが結構こうコメディというかコントチックな舞台で、しかもこうオムニバス形式っていうのかな、短編のお話がトン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 って入ってくるんだけど、最終的になんか最後の話でそのそれぞれの話がつながっていくみたいな、すごいおしゃれなそう構成になってて、でもその一つ一つはすっごいやっぱ面白くて、うん、で中でもそのなんかすごい自分のドツボにこうハマったコントがあったの。ドツボって言うそれ。何て言うんだろう。そうそうそう、ストレートにグッて自分のツボかツボにめちゃめちゃハマったお話があって、はいはい、その時もなんかね、あの現地行ってさ、その椅子座ってさ、うん、普通に見てる、ね、そう現地舞台現地でさ見てさ、でさもう笑いがさこらえきれなくて、うん、そう別にこらえるものではないと思ってるんだけど、コントやしな、そうそうそう、うんうん、笑っちゃっていいと思うんだけど、うん、なんかもう多分この音量の笑い声出したら多分周り引くなっていうぐらい入ったの自分の中のツボに。だからなるべく、まあ、マスクしてたんだけど、なるべくこう押し殺して体をちょっと縮めてってやりながらするんだけど、本当むせ状態みたいな入って、で涙もボロボロで笑いすぎて、そう笑いすぎてマスクの中びしゃびしゃになったんだけど、なんかこういう時ってみんな結構そんなことも気にせずわーってこう笑っているものなのか、やっぱちょっと気にしてカタカタカタってなることもあるのかどうなんだろうな。うわー、これめっちゃ個人差ありそうやな。そうだよね、きっとね。いやでも我さ、大笑いすると逆に声出なくなるタイプなのよ、うん、あーそう、なんかあーって言って音がなくなるタイプだから、だからあんまりそれで困ったことはないかも、うん、あーそっかそっか、うん、確かに、そのね、泣くほど笑ってる時はもう我はほぼ無音だから、うん、やっぱ無音なんだ。そこで気になったことがなかったから、あ、よかった。じゃあそんなに周りもね多分気にしてはないと思うんだよ、そんなにね。で確かに勇気の笑い声って、うんうん、もうなんか素材にしたいぐらい明るい笑いや、うん、あの笑い声が、うんうん、そうだから確かに、うん、周りからしたらめちゃめちゃ綺麗だ。そうだよね、なんか家の中ぐらい笑いそうになったからやばいやばいと思ってちょっと、ね、舞台だからとはいえ舞台だしみたいな思って、なるべくね、そうそうそう、ちょうどいいぐらいのみんなと同じぐらいの音量になんとか抑えたんだけど、もしかしたらみんなもその、うん、抑えて抑えてみんなちょうどいい笑いになってたのかな。でも結構爆笑してる人もいた。あ、マジ？そうそうそう、楽しみ方はなんかそれぞれだなって思いながら。あ、そうや、確かに我も
あえて声を出すようにするときも逆にあるかも。このままやと滑ってしまうっていうときあるやん、うん、壇上が、はい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 、なんかああいうときに、うん、今ちょっとお客さんがちょっとあんま声出さない系の方だったから滑ったみたいになってるけど、うん、そんなことないよみたいな、うんうん、笑ってるよっていう、ちょっとおもろかったよっていうのを伝えるためにパンって出す時とかはあるんだけど、もっと我やってしまいそうで一番なんか周りの目を気にしちゃうのが、うん、あのなんだろう、舞台中なんだけど、うん、もうこれは完全にアドリブでトークが始まって、うんうん、なんかめっちゃお客さんに喋りかけたりとか、もうこれは絶対に本筋と関係ないことしてるなっていうのがはっきり分かるようなシーンで、うん、滑ってる時、うん、もう壇上が確実に滑ってる時に、その時に声を出すのを止めることがものすごく苦しいのよ、あれ、うん、なんか なんて言ったらいいのかな、そのあ、滑ってらっしゃるわって静かにできなくて、うんうんうん、なんか我もともとその人がボケてたりとかすることに突っ込むことをやめられないんだけど、敏感だもんね、気になっちゃうから、うんうん、今のこのものすごく滑ってるみたいになってるやつも、うんうん、この言葉があればこのボケが補完されて、うん、今分かってないからお客さんが理解してなくて、あ、これ何やってんのやろって思ってるけど、うん、これはあのネタなんだよみたいなのが我が分かっちゃった時がいっちゃん苦しいのよ。言うわけにはいかないけどうわどうしようってなっちゃって、その時が一番頭がフル回転してるかもしれない。すごい、客席でも頭フル回転にしてる。辛い。これなんか難しいやん。今ちょうど例えば X 上で流行ってるネタとかを言ってたりするんだけど、はいはいはい、ちょっと年上めのお客さんが多い舞台とかだと、うん、それが通用しなかったりするわけよ。分からなくてね。そうそうそう、でしかもそのゲラゲラって笑えるようなネタでもない時、うん、うーって食らってる、一緒に食らってる。どうしたらいいってなっちゃったりとか、うんうん、ボケ話で誰も突っ込む人がいない時とかに、うん、はっはっはっってなっちゃう感じが我は結構一番周りの目を気にする時かも。あ、なるほどね。 それはもうその舞台上だけで自分が客席に座ってる関係なく、うん、なんかちょっとそういう状況になった時に、あ、どうしようってこう焦っちゃうみたいなことか。そうそうそう、客席に いてもだし、そう、なんか気になっちゃうかも、うん、なんか結構そのお客さんとのやり取りがある回だったりすると、うんうん、多分これは言っていいんだろうけど客席側から、うん、けどなんかベラベラ喋るお客さんにもなりたくないしなみたいになって、うん、めっちゃ気になってあーってもう冷圧を消すことしかできないんだけど、あまりにも滑ってはるときはうわーって助けに行かないってなったりする。あ、素晴らしい。でもやっぱそこに気づけるからこそだよね。なんかこう、こうしたらもしかしたら伝わるんじゃないかっていう案がさ、こう浮かぶからこそちょっともどかしさがね、難しいけど、全然役者さんが気にしてなければ構わへんねんけど、うんうん、あ、これ滑ったかもっていうのがなんかこう出てたりすると、うん、うわうわってなっちゃうんだと思う。あそうだよね。いや面白い、それぞれいろんな舞台の見方あって、本当にすごいや、苦しい、声出る時やるもんだから、あ、声出ちゃったと思って、あすごいな、難しいよね。だから笑い声なんかはもうガンガン出してっていいと我は思うけど、そうだね、確かに、うん、だから家の中みたいに笑ってるって家の中どんだけハッピーなの。笑っちゃうよね。笑っちゃうよね。基本バラエティをつけてることが多いからっていうのもあると思う。うん、え、今のバラエティ我、うんうん、あんま分からへんかも。何を見るのそれは。面白いの。なんだろうな。うん、毎週、ま、基本はなんかリアルタイムっていうよりも録画してるものを見てることが多いから。じゃあもう好きなやつ決まってる感じや。決まってる。もう何でも。何があるかな。いたずらジャーニーとか好きかな最近は。いたずらジャーニーというのは。バラエティ番組なのかい。バラエティ番組なんですけど、すごい、いたずらジャーニーってなんか昼の旅番組みたいや。そう、近
たい感じのチョコプラさんとかかまいたちさんとかあとなぎさちゃん渋谷なぎさちゃんとか出てて、はいはいはい、でなんか一緒にこうなんだろうなロケをするんだけどあやっぱジャーニーだやそうなんだけどなんかところどころであの何めちゃいたずらをされるのなんかいたずらを仕掛けられてイタズラのようなゲームみたいなのを仕掛けられて罰ゲームに何かこうさせられるみたいなことがやるんだけど普通にその企画としてもめちゃめちゃ面白いし大事これ30分番組なんだよそのイタズラジャーニー自体はで30分なんだけどなんかもう多分すごい数撮っててその1日で撮ったそのロケを多分めちゃめちゃ刻んでてあ、つうことかじゃあ、うん、同じ場所に行ってるやつが何回かに分けて流れてるってこと？流れてるみたいな、うん、だから、うん、めっちゃもう取りだめてみないと、うん、なんかあの続きが気になって仕方ないのなんか確かに1週間祭りはまだあそこにおるままってなっちゃうかそうだからこう30分って結構もどかしくなるんだなって思いながら見てて、うん、そうそうでもめっちゃ面白いし、ね、みんななんかすごい楽しそうだから、うん、ロケ楽しそうみたいな思いながら見てた、うん、ロケも確かに最近行ってないからあれだけど、うん、なんかこう俳優系を見てんのかと思ったごめんなめっちゃ世代出ちゃうけど、うんうん、跳ねるの扉とか、うんうん、なんかあのレッドカーペット、うん、爆笑レッドカーペットだったっけ、うんうん、みたいなやつとかああいう系の、うん、ザ芸人さんのみたいなやつを見てんのかなって思ってたから、うんうん、またちょっと違うバラエティなのねあそうねそっち側も見たりするけど今ってそれって何になるんだろう新しい鍵とか、うん、あ新しいですかね新しい鍵も確かに見てる新しい鍵でもなんか聞いたことはあるんだが、うん、何か全然わかんないなんて言ったらいいんだ最近ずっとかくれんぼやってるかなどういうこと学校でかくれんぼやってたりとか新しい鍵そうもともと結構最初はなんかコントって感じだったのなんかそれこそ跳ねるの扉みたいな感じの、うんはいはい、ミニコントみたいなのがわーってあったんだけど、うんうん、最近は割と一つこう学校かくれんぼっていうのがすごい流行ってあ出てきたよ学校かくれんぼそう実際に、うん、あの学校、うん、その行ってで、うん、この出演者の方々が、うん、で出演者の人たちが隠れるのねその学校に、うんうん、でそれを全校生徒たちで探すっていう叩い位置すぎへんやってるそうでも、うん、本当になんかすっごい分かんないところに隠れてるからそうもう大道具さんたちがもう舞台装置をもうそういうことそうそう本気をかけて大人の本気を使って隠れてるからそうえなんか普通にあの学校の設備の中に隠れてんねんって思ってたけど、そういう話ではないんやじゃあないねはーなるほどね、うん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 、このなんか学生服みたいなやつも見たことがある、うん、けどなんか普通にあの、うんうん、この人たちはチョコレートプラネットさんの席前後でさ、うん、あのすごいビークワイエットっていう、うん、あのネタあるやん静かにしろねそうそうそう静かにそうそうあのネタの時の制服ともしかしたら記憶が混ざってるかもしれな い, れしれないその時長田さん大光勝っていう別の役になりきって誰大光協会のなんか団長として学校に乗り込んでて俺たちを見つけてみろって言って、あそうなんやそうやるすごい、うん、でも新しい鍵って、うん調べたらめちゃくちゃ学校のやつ出てくるあそうだよね学校系ちょっと多めかもしれないなすごいだってなんか本出てるで本絵探しブック学校かくれんぼ絵探しブック出てるわあそんな出てるんだイラスト知らなかったあーほんとだ特徴でも捉えてる、ね、花子さんとか分かりやすい若部さん分かりやすい花子さんは名前知ってるし、うん、うんうんあこの方々が花子さん花子さんは3人組なのか、うん、あそうトリオだねそうなのかっていうかあれ、うんうん、あれ3人中お二人しか知らなくて、うんうん、お二人がバラバラのユニットやと思ってたバラバラ別々の方やと思ってたあそういうことかトリオあトリオなんだそう うわやっぱあんま詳しくないなでもこれ見た感じあれチョコプラさん好きチョコプラさんも好きさっきのな、うん、ジャーニーの方も出てるって言ってたしそうね出てるねうわー すげえ、うん、すごいよね好きよ面白いなと思ってコントの時もすごい面白かったんだけど、うん、コントキャラクターみたいななんか跳ねるの扉の時もあったりとかして、はいはいはい、こうすごいいるコントキャラクターみたいな、うんうんうん、そのなんかそれこそ長田さんがやってた力見力っていうキャラクターがいてめっちゃ力んでるやろめっちゃ正解
か知らんけどめっちゃ力んだ状態で引っ越しとかするんだけど、うん、もうとんでもない家の中ボロボロになるもう何でもギューンって言って、うん、なんか何でも壊しちゃうっていうかニキビはすごい必死なの本当に引っ越しを手伝いたいっていう気持ちなんだけど、うんうん、ちょっと握力が強すぎて何でもこうバキバキにやっちゃうっていうなんかシリーズがあるんだけど浅田さんがもともと強くてってこと、うん、握力がそうそうなんですよ、うん、が面白かったりとかもして新しい鍵確かに、なんか今の、うんうん、ゴールデンバラエティ感確かにあるのかなちょっとその時間帯に見ることがあんまないから、あれだけど多分夕方というか7時、うん、8時台とかにやってるのかなどうなんやろ、ね、FOD って書いてあるの毎週土曜夜8時から、うん、テレビ系で放送中だそうですへそうか土曜の夜8時ねえ何してる何やってるの最近はずっとシーサイドさんのイベントしていた気がするけどなあイベントだ終わったぐらいで終わったぐらいだちょうどお疲れ様でしたの時ぐらいお見送りをしている頃ですねそうですかそうですかそうか、うん、確かになんか土曜日のイベントことが多いから、うん、土曜の番組って ほんまにあんまり見てなくて、うん、あの土曜日我が今出てる逃げ上手の若君っていうのが夜の23時半からやねんけど、うん、それに滑り込みで帰ってることが多いのよあーなるほどねそうだからなんか、うん、うわーって言って、うんうん、あのこの23時半までにお風呂に入れるか、うん、終わってから入るかのもうデッドヒートみたいなのしてるからマジで見てないあこの時間ってテレビ、ね、も私も確かに土曜日に見てることはないかもしれないそうだよねどっかしらで見てるからなっていう、そう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 やったんやあるかなでもなんかやっぱ今聞いてるだけでそのリキビリキさんの話とか、うん、もうめちゃめちゃ好きだった、うんうん、こうテレビめっちゃ見てた頃思い出しちゃったかもなんかあ何を見てたのその時はいやもうでもひたすらその俺ハネルの扉やんの、うん、あの100円うん、じゃないやつあー100均の商品をが並んでて中にちょっとね100円じゃないやつがあるやつあれもめっちゃ見てたしうんあとなんかそういう、 こうキャラクター演じる系やと、うん、あのスマップスマップ、うん、でさ、うん、間でなんかそういう何かやってなかったあコントっぽいやつそう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 あったあれとかでそういうその、うん、こう物語でしか出てこないキャラクターを演じてらっしゃる、うんうん、コントみたいな芸人さんがいてとかっていうやつはめちゃめちゃ笑いながら見てた記憶は、うん、けど何だったかは、うん、あれが良かったのよって言えるほどは分かんないんだけど、うんうんうん、めっちゃ見て笑ってたという記憶だけが体の中に残ってるかもな、うんうんうん、そうよなそうやっぱなんだかんだ好きだったかも、うんうん、その年末年始とかも、うん、あんまり見るもんがないから、うんうん、あの野球版とかは見てた記憶あるな野球版野球版じゃなかったっけ、うん、あの杉谷健司さんっていう野球選手の方、うん、元、うん、今は分からないちょっと分からないんだけどその方とかが出てるトンネルズさんの番組、うん、野球版野球版あれあるそう、うん、あれとかはすごい絶妙で、うん、年始めちゃくちゃ笑って見てた記憶ある、うんうんうん、なんか、うんあの野球選手さんなんだけどその笑いの感性がめちゃめちゃ高い方とかがちゃんといらっしゃってて、うんうん、それで見てたなへだから全然今はそういうの終えてないかもしれないけれど、ちょうどさお便りでさ、はいはい、あの深夜番組に関するみたいないただいてたじゃんそう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 小松ネーム M ヤンさんからいただきました、うん、ありがとうございますさっつん高田氏フレッシュ私は中学生の頃どうしても深夜ラジオをリアタイしたくて、うん、家に帰って晩ご飯を食べて風呂に入った後はすぐに仮眠を取る生活をしていたら深夜ラジオは楽しくリアタイできるようになったのですが、うん、仮眠中に放送されるゴールデンタイムの番組は全く分からずクラスの話題にはついていけず教室で浮いてしまいましたお二人の深夜番組に関するエピソードがありましたらお聞かせくださいと言っていただいてましたけど、なるほど、うわ、うん、確かにな、ね、番組そう番組我は、うん、同じく深夜にラジオを聞くタイプの人だったのよ、うんうん、だからこう例えばその親が見てる夜の時間帯の番組を横からウォンって見ることもできはしたんだけど、うん、その後じゃあ勉強しなさいって子供部屋とかにこう行きなされって言われた後は
ずっとこの子供部屋でラジオを聞いて、うん、なんか宿題やったりとかしてって、うん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 、だから結構我はより深い時間であればあるほどラジオのイメージがある、うん、あそのために仮眠を取るほどではなかったけど、うんうんうん、そんなに自由にはいかなかったけど、うんうん、めっちゃあの自分なんか聞けへん時とかは、うんうん、あのカセット、あカセットテープをそのラジカセに入れて、うんうん、録音して、うん、で途中で B 面に変えなきゃいけなくなるんだけど、うんうんうん、そのタイミングとかでリサイがスッて言ってくれるのよ、うん、普通にお手洗い行くみたいなノリで、うん、スッて言ってくれた時に絶対にそれにその疑問を抱かせないように我がめちゃくちゃ喋るっていうあの家族を引き止めるためにあお姉様がスッてあのこっそり B 面に変えに行ってっから、うんあれリサイバーってならへんためにめちゃくちゃ喋ってた我が、うんうん、おすごいコンビネーションすごいそうだったのよ、なんかあんま自由にこう聞いたりとかもできない家庭だったからこそ、うんうん、なんかこう宝のようだった記憶はあるかもな、へえ。だから多分みんながドラマとか見てる時間は見てなくて、うん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 、だからそのドラマ話は全然ついていかれへんかったかも、うーん、なんか例えば極戦とかあったやん、うんうんうん、あれ我夏休みの一挙放送で見てた人なの、うん、だからあの夜帯にやってた時は知らないから、あ夏休みになってからあみんなが言ってたの俺やったかみたいなあへ感じになりがちだったかも。一挙放送やってたっけ夏休みに。やってたよね、 あれ夏休みだからじゃないのかな、あ分かんない、でもなんかそこのタイミングでもう見れたんだなと思って、うん、あそうそうそう、なんかそういう時は見てた記憶がある、うんうん、夕方とかだったから遅い時間じゃなかったし、うん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 、記憶しないから見やすそうだよね、でもね そこでやってたら一挙放送系でその極戦とか、うん、あなんだっけあれ何大和なでしことか、まあ、あれはめっちゃ昔のドラマですけど、確かに結構世代かと言われるとちょっと全然違うんですけど、あれとかも、なんか一挙放送やってて、なるほど、ね、一挙っていうのかな、あの当時のなんかなんかあるよね、いっぱいやってるみたいな振り返りみたいな、そうそうそう、ああいうので見てるってやつがすごい多かったかも、はい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 、そうだから毎週楽しみにして見るっていうのは、うん、親がハマってるやつしか見れなかった、へえ、かな、うん、そういう系のお家だったからあれだけど、うんうん、ラジオだけは聞いてたよ、へえ、うん、でもゆうげもラジオ聞く人だっけ、なんかね、うん、あのウェブラジオみたいなのの方が多かったかもなって今思うと、なんかそのいわゆるリアルタイムでやってるっていうのを聞くっていう習慣はあんまりなかったと思う、うん、いや、まあ、そうだよね、というか我の周りでもあんまりなかったし、うちが古いからカセットだったけど、うん、同世代でカセットの扱い方を知ってる人すらいなかったかもしれない、あーねー、うん、でもなんかいいよね、こうお姉ちゃんとさそのラジオの話とかもさ、うん、こう共有し合えるというか、まあそう、同時に二人で聞いてるから、ね、うん、そう今思えばそのゴールデンタイムの番組のねこれついていけなかったみたいな M屋さんがおっしゃってた時に、うん、なんかそう振り返ってみて、なんかそういう話ってそういえばしてたんだっけなみたいな、ちょっと振り返って、うんうん、そんなにそのなんかあのあれ面白かったよねみたいな、昨日のあれ見たみたいなのって、うんうん、なんかあんまり話した記憶がない気がして、わかる、あんまない、そう、それこそなんかまあそのアニメとかなんかやってるやつで、うん、面白かったねみたいな話が記憶あるんだけどなんか その頃からちょっと偏ってたのかもしれないんだけどさこういう関係もね、そりゃそうよね、そうそうそうってなった時に、あそういうねちょっとあ分かんなかったなみたいなのも、うん、あったにはあったのかもだけど、パッと出てこなくて、うん、あほんま、そう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 、なんかほら例えばさ、うん、こう文化祭みたいな時とかに、はいはいはい、みんなでなんかそのクラスの出し物で踊らなあかんとかってなった時に、こうこれは何のドラマの歌みたいなのとかなかった、あそういうこと、あ確かに、あ、まあ、でもそれで言うと、うん、母さんそういうのが好きだったから、あそうか、ついてることは多くて、なるほどね、それでなんかちょっと耳には挟んでたような気はするかもな、うんうんうん、あと、あ、そういうことか、そう、それもまずそれこそヘイヘイヘイとかも好きだったから、あ、わかる、歌番組だけは確かに、あ、そうそうそう、聞いてた、見てた、そういうのでかな、なんかわかんない、うん、でもね、あれみたいな、そうそう、めっちゃ好きだった、そうなんだよね、そういうことか、確かに曲はわかるけど、うん、そのこれのドラマが良かったんやみたいなネタを入れられると、うん、そなんてこれは一体ってそうなってたな、
そっか見てた人か、うんうん、うわえなんかあのあ俺世代のぶたをプロデュースとかさ、うんうんうん、花盛りの君たちとか、うんうんうん、あの辺りは世代で、うん、世代だね確かに。なんかその2つも世代だし、うん、まあとも花より団子とかまあ結構見てたなみたいな。花より団子あれ通ってなくて、うん、4人いて4人いるね。1人すごい読めない名前の人がいるな。おーどれだえいるよ東東みたいな人おるが。いる。でも東じゃないんじゃなかったっけな。ちょっともう出てこないな。あれあれ出てた。あれもう道明寺司と花沢類以外が今出てこないな。あそうか花沢か。そうか、うん、あれあと二人いるよね。いるね財閥の人ね、うん、あれわかんない。あれじゃあ東西南北とか関係ないんや。うおお。だって今でもどっちもないね。全然関係ないんや。勝手にそういうやつだと思ってて。なるほど4人だから違った。そう あうわ気持ち悪い。なんだっけ名前わかんない。あなんだろう東じゃないか。東じゃあ美まさか。いやそんなやつおらんか。あ美まさかさんいる。いる。うん美作って書く人。美、うん、漢字までちょっと美まさかって美しいに作るで、うん、美まさかっていう人はそれ四天王か。四天王だったかな。ではないか。美まさかさんってすごい聞き覚えが。四天王ですね。四天王にいるっすか、はい、美まさか。じゃあそれが ありがとうございます。西門さんと美まさか。美まさかさんだよ。西門さんか。美まさかさんだ。我はこの読めない名前の方が一人いるっていうことだけ覚えてたのよ全然東じゃなかったわ。東西南北だと思ってるから東西あれ結局じゃあ西だけだったってことか。西いたのよ。東西南北系で言うと西いたじゃん。西の人はいたよって感じだね。あー西門総次郎と美まさか明。そうそうそう。いやだから通ってないから、うんうん、このなんかみんなのいわゆる花壇、うんとしての盛り上がりに全然ついていけなくて、うんうん、ああまあね確かに。やっぱ未だにあの頃のあれ見てたよねみたいな話で言われるんだけど、うんうん、あれは分からん。確かになんかしかもその当時めっちゃハマってたりとか、まあ、ドラマ見てたりしても、うんまあ、ご覧の通りそのキャラクターの名前も出てこなくなったりしてたりするからそれで言われた時にあーなんかいた気がするみたいな時はある。だから同じ熱量くらいの人だったら話しやすいけどめっちゃ好きみたいな人に会うとあーごめんなさいちょっと曖昧な記憶でみたいななりがちだからいいのよいいのよ。見てても見てなくても変わんないよやっぱ、うん、ただやっぱ見た時のさあーそうそうって懐かしさがあるやん。あまあね。けど我には全然それがないから、うんうん、あのよくあの小畑のお兄さんがさ、うん、マーキノっていうネタをそのモノマネでされてるじゃない、うん、あれも全然分かってなくて、うん、なんかこのうわお前似てるとかもないから、うんうん、なんかすごい沿ってんのみたいな感じで言ってたからあの知ってるとあの面白さが分かったりするじゃない、うんうん、そうね確かに確かに。いいなんか取っとくべきだったなって後から思う。あそうなんだね。いろいろお話をしましたけれどじゃあ、はいはい、お便りいきます、うん、いきますか。いきましょうか、はい。お名前のきやさんからいただきました。ありがとうございます。ゆきさつんフレッシュ。以前高松でも話されていた若田さんと困ったさんですが、うん、こちらの本が33年ぶりに発売したそうです、うん、タイトルはこれからの時期にぴったりな若田さんのスイートポテトピートくんのおやつも自作し始めた探求心あふれたユッキーも甘いものが苦手なさっつんもこれを読んで自分好みに味を決められるお菓子作りにチャレンジしてみるのはいかがでしょうか。自分好み、うん、またこれはいつか作ってみたいというお菓子はあったりしますか、うん、私は外はサク中はしっとりジューシーな自分好みのフィナンシェを作ってみたいなと思っています。それでは、うん、といただきました。作ってみたいか、ね、そうだこの間話したもんも、うん、そう若田さんと小松さんの話したよね、うん、したうんそうそうそう。あれさ、うん、高松のイベントのさ、うんうん、なんかの企画で動画撮るみたいなイベント、うん、じゃないか配信かなんかで動画撮った動画が出てきて、なんだろう5年ぐらいじゃないかなと思うんだけど、そう、それの中で、はいはい、あれはメロンソーダを作ろうとして、うんうん、なくて、うんうん、そのメロンのシロップが、うん、だからなんか家にあっ
った青汁の粉で代用して、うん、なんかボワボワに泡出て、うん、なんかぐしゃぐしゃになってたの。あ、なんかすっごい断片的な記憶が蘇ってきたかも。あったあったかも。それなんかイベントとかだっけ、忘れちゃったけど、なんかあったよね。そう、なんかもしかしたら高松の特番みたいなやつで流したのかもしんなくて、はいはい、あー確かに、もうでも相当昔の記憶だから、うん、なんかねふわふわしちゃうけど、そう、なんかでもコロナ禍かなんかに入ったばっかで、はいはいはい、ちょっと生放送やろうみたいになってた時期じゃないかなと思うんだけど、あ、それはみんなの記憶に通っていただいて、確かに確かに少なくともその映像が残ってたの、うんうん、でそれを見て、え、くちゃくちゃやんと思って、うん、あのちゃんとしたクリームソーダ作ってみたいかも。あー、クリームソーダをね。そうそうそう、なんか可愛いさ、なんかあるやん、うん、その目とかつけて猫にしたりとか、うんうん、なんかそういうようなクリームソーダとか、ちょっとメルヘンな感じ。そうそうそう、もうなんか特貫工事みたいなやつじゃなくて、うん、ちゃんと可愛い、あ、クリームソーダ作ってみたいけどな。いろんな色のやつあったりするしね、最近ね。なんか緑だけじゃなくて、黄昏みたいになってるやつとかあるやん、色がこう2層とかに分かれててみたいな。あ、そういうことか。あ、そうそうそう、 ああいうやつ、おしゃれな表現すぎて一瞬そういうことか。そう、グラデーションになってて、ああいうやつはやってみたいかも。あの、うん、ボワボワに泡吹いてどうにもなってないみたいなやつじゃないのをやりたい、うんうん、いいね、それは。確かに、あの時の多分ね、失敗は氷を入れなかったことだったっぽいのよ。いや、その青汁を入れたことじゃなくって、今青汁を入れたことも、うん、反省点ではあるんですけど、うん、そのどこまでアイスを入れていいか分かんなくなっちゃったの。はいはいはい、その氷があってドリンクがあると、その上にそのアイスを乗せれんねんけど、うん、無限にいけちゃうわけよ、うんうんうん、その溢れるまで、うん、っていうのがむずかったから、あ、そっか、氷があればなんとかなるんだみたいな。あ、確かに。でもさ、氷それなりにね、確かに入れとかないと沈んでっちゃうもんね、うん、アイス自体がね。そうだから支えで必要だったっていうことを学んだってことだ、うんうんうん、もう同じ過ちはしない版としてやりたい、うん、なるほど確かにそれ挑戦するなら一回私もその動画見たいな。ちょっとその頃の記憶をちょっと呼び起こしてからリベンジというか、あ、確かにね、してるのを見たいかも。何やってたんやろ、うん、あの時何にも覚えてないし、それが何だったのかもよく分かんなくて、何だろう、その、うん、そもそもなんでクリームソーダ作ってたんだっけみたいなのも、なんか動画撮ってきてってなったから、うんうん、何やろうって思って、我は一人でそれを家の机でやってたから、なんかそのそれぞれおうち動画撮ってくるみたいなやつだったんじゃない。あー、なるほどね。あ、おうち時間の過ごし方あれじゃない、なんかさ、お問い寄せしてさ、うん、お菓子食ってたのはあれまた違うか、それは LINE アカウントのか、あー、どうだろう、なんか勇気がオフで動画撮ってるっていうあれが LINE のやつと今混ざってるかも。わー、どう、なんだったんだろう、おうちで何してくれてたんやろ。でも全然覚えてないけど、あれだよね、つまりあの、はいはい、なんか作ろうってわけじゃなくて、おうち時間の過ごし方を出そうみたいな話だったんだね、うんうんうん、そういうことか。はん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 、えマジ、なんか記憶が指を起こされてるのにな、うん、でなんか、うわ、パジャマやみたいなんで喜んだような気もするけど、ファントム終わらない終わらない、全然私も全然覚えてないからうん、配信とかもね最近全然あれだから、そうね、うん、記憶はね、うんうん、なんかいつかじゃあそういうの作れる機会があったら、あったらやりたいですね、という感じで。勇気は何が作りたいですか、はいはいはい、あ、何作ろうかな、うん、でもそのクリームソーダに合うちょっとお菓子をじゃあ作りたいな、うん、なんか一緒にね食べて美味しい洋菓子系がいいのかな、クリームソーダだと。結構和菓子もいいなって一瞬思ってたんだけど、どら焼きとか作ってみたいなってすごい思ったんだけど、もしクリームソーダに合うんだったらでも洋菓子でもいいよね、どっちでもいけると思う。うん、なんかどら焼きもうわっ甘いうわっってなった時にシュワシュワでなんとかできるというちょうどいい。どら焼き作りたいが、うん、どら焼き好きなんだよね、シンプルに和菓子の中あ、そうなんや、あるかも、うん、なんかすごい温かい気持ちになった、本当にそう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 とかねは作ってみたいかも。へえ、うん、内側にバター塗ろう、うん、あるよな、そういうやつな、あるな、うん、ちょっとおしゃれなやつな、うん、うまい、うまそう、そう、あれは好きですよ、うん、いいですね作ってみたい
いろいろありました。うん、楽しい。はい、はい、よいしょ。あ、台本後ろ1、撮影、はい、はい、エンディングテーマが流れてきましたので、そろそろお別れのお時間です。はい、番組では我らに話してほしい話題など皆さんからのお便りをお待ちしています。アドレスはすべて小文字で takamatsu@seaside-station.net です。番組サイトの投稿フォームからもお送りいただけます。はい、ということでこのあたりでお別れです。次回の配信日は9月30日月曜日になります。ここまでのお相手は高田優希と松田さつみでした。この番組はシーサイドコミュニケーションズの提供でお送りしました。